くの生徒が言うことがあります。マイク前だと緊張しちゃって。初めてのことって人間すごい怖いの。初めてのことっていうのを日常にしていくと、もうとっても簡単なことになるじゃないですか。キュンと。どうも、声優の山下光平です。ヒューマンアカデミーでアフレコの授業を担当しています。今回お届けするテーマはアフレコ上達方法っていうことをお伝えしたいと思います。はい、今回なんですけども、一番上達するっていうとアフレコを日常にする、これが大事です。みんなね、アフレコを始めるとまず最初に多くの生徒が言うことがあります。マイク前だと緊張しちゃって、足がガクガク震えて手がガクガク震えるんですブルブルかみたいな感じですごい緊張しちゃうんですよ。それはもう多分マイクにこう触るっていうか、マイクの前に立つっていうのが初めてだし、初めてのことって人間すごい怖いの。だからその初めてのことっていうのを日常にしていくと、もうとっても簡単なことになるじゃないですか。みんな朝顔洗うでしょ。洗ってる？洗うのとか歯を磨くのって日常になってるじゃないですか。ちゃんと磨いてるよね。だからそれぐらいまではやってほしいんですよ。なのでお家の中をもうアフレコに近い状況にしちゃう、これはね、とっておきの方法なんで、まず実践してみましょうかね。はい、こんな感じですよっていうのをお伝えしたいと思います。行ってみましょう。ヒュンと。はい、ドン。こんな感じでですね、テレビを目線の高さまで上げて、もうね、マイクスタンドも置いちゃう。マイクとかね、高価なものは、お財布と相談。でも、マイクスタンドはもう安くていいのよ。あのね、このマイクスタンドがあってテレビがこの高さにあるっていうこの状況にもう慣れちゃうためには、家にこう設置してしまう、これね、めちゃめちゃおすすめ。僕もね、最初の頃ね、こうやって家にやってました。なので自分家族でリビングでテレビ見てるんですよね、大型テレビなんで無理ですみたいな人は、スマホでもいいから、スマホでもいいし、タブレットでもいいから、とりあえず目線の高さ、立って芝居ができる状況になれる、慣れ親しむ。どんだけこんなに家にこうやって準備しても、緊張するときは緊張するけど、でもやらないより絶対この状況になれる、ほんと大事なので、ぜひやってみてください。おすすめの方法です。このチャンネルではですね、声優になりたいあなたに有益な情報をお届けしますので、ぜひぜひこの後の動画もチェックしてみてください。以上です。ありがとうございました。